そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年、その間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために。いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると、神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。でしたので。